はい、では続いてのスピーカーが、鈴木美穂さんです。よろしくお願いいたします。こんにちは、鈴木美穂と申します。私は日本テレビ報道局で記者とキャスターをやりながら社外活動として NPO 法人を運営しています。多分今日いる中でスピーカーの中で唯一のサラリーマンだと思います。よろしくお願いします。今日私は全ての経験には価値があるというテーマでお話ししたいと思います。というのも私自身すっごい辛い経験をして、それを今一生懸命価値に変えようとやっていて、皆さん悲しいことがあったり辛いことがあった時に思い出してもらいたいですし、また今までの経験がどんな価値に変えられるかなということを想像しながら聞いていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。私自身のプロフィールですけれども、私は2006年に大学を卒業して、日本テレビに入社しました。以来報道一筋でずっと夕方のニュース番組の AD やディレクターを経て、社会部政治部で記者をしてきて、この1月から突然の人事異動でキャスターを兼務しています。なので今週は記者の週、来週はキャスターの週といって、キャスターの週にはスッキリとミヤネ屋という番組のニュースコーナーを担当しています。また社外活動としては、がん患者さんやご家族のためのいろいろとフリーペーパーを出したりとか、ワークショップをやったりとか、去年ギーズ東京というセンターをオープンして運営しています。全てボランティアでやっています。うちは副業が禁止なのでボランティアでやっています。会社にもいろいろ説得しながらやっています。で、全てのきっかけは私が2008年に乳がんになったことでした。当時ステージ3と言われて、2年後あるかないかと言われても、実は来年で10年になるんですけども、今元気なんですけれども、家族の中で誰一人がんになったことがいない中で、目の前が真っ暗になりました。本当にうつうつとした闘病生活をしていて、8ヶ月間休職をして、抗がん剤をして髪の毛抜けて手術をして、全て治療のフルコースを受けました。そうした中で、死の恐怖だったりとか、記者をやっているにもかかわらず適切な情報がどれだかよく分からなくて、ものすごい情報選択に悩んだりとか、友達や家族が毎日お見舞いに来てくれても、どうして自分だけがと、24歳でもあったので すごく悩んでいました。で、これは最近出たデータなんですけれども、がんになってから1年以内の自殺転落率というのが一般の方々の約24倍にもなるんですね。がんになったことで、がんになって亡くなるんではなくって、精神的にショックだったりとかして自殺転落してしまう人がこれだけいるというのは、私自身も闘病中にその経験をしているのでよく分かりました。でも、その闘病中にちょっと気を取り戻すと、いつか元気になることができたら、この自分の辛い経験を、こういう思いをしている日本中の人たち、世界中の人たちのために何かできるような人生を送れたらいいなと思いながらずっと闘病していて、晴れて8ヶ月の休職後社会復帰しました。でも、いざ社会復帰してみたら、私はマスコミにいるので、マスに発信はするんですけれども、一人一人に対応したりとか、みんなの欲しい情報をピンポイントで届けたりとか、場を提供するということがなかなか本業ではできなくて、そこから社外活動という道でいろいろ探っていくことになりました。これは都知事選の中継していたり、政治部で総理を追いかけてたりとか、そういうする中で、社外でまず始めたのは、若くしてがんになった人たちが知りたいと思う情報だけを集めたフリーペーパーを作って、全国のがん診療拠点病院に置いてもらったりして、これは今35歳以下でがんになった人たちが600人、その経験を生かしたいと言って集まっている団体になっています。またヨガやウォーキングなど、習い事に行くように習えるようなワークショップをやってきて、ある大きな転機がありました。それは今から3年前なんですけれども、この国際会議に行った時に、あるセンターのことを知るんですね。この時、私はもうそろそろ常設店を作りたいなと思って、一人で一生ローンを組んで家を買おうとしてたんですけれども、そんな話をここでしたら、お前はバカかと、社会的に意味があることは自分の力だけではなくって、社会のみんなで作るものだということを聞いて、その時に知ったのが、このマギーズセンターというイギリスのセンターでした。これは社会の全ての皆さん寄付でできていて、素敵な建築の中で医学的知識のある人たちが常勤していて、何でも無料で患者さんやご家族が使えるようなセンターで、中でいろんなサポートが提供されていて、私はこれだと思いました。闘病中に欲しかったもの、まさにこれだ、これを日本に作ろうと思って帰国しました。そして、その帰国して、私にはできないことだらけなので、建築もないし、できないし、お金もないし、医学的知識も医療者のようではないし、どうしようと思った時に、それぞれ声をかけるところから始めました。
まずマギーズセンターと書いて調べて、カタカナで調べて一番名前が出てきた方を訪ねて、で建築業界で一番私の当時詳しいと思った大学時代の親友を訪ねてっていうことをして、みんなで集めて、はい、このプロジェクトを開始としました。そして実はこの彼女が土地、まずは土地を探したいんだけどっていうふうに言ったら、あの土地いい土地があるよって言って、コンペがちょうどあるって言って、でまああそこ無事コンペ通って、実はオリンピックが終わるまで税金のみで借りる契約をして、今あそこで運営しています。でみんなそれぞれの経験を持ち寄りながら、ボランティアで建設をするという形で始めまして、でも一番はお金がなかったので、まずはクラウドファンディングをして、2ヶ月間で2200万円ものご寄付を1100人の方々からいただきました。これは Facebook だけだったんですけれども、たくさんの方々に共感していただいて、まあ、その小さな力が大きな力となって、センターは最初に私がマギーズセンターを知ってから1年半後の去年、東京の江東区にオープンしました。これ木を持ち寄ってくれたり、建築の技術を持ち寄ってくれたり、みんなそれぞれがそれぞれの経験を生かして一つのセンターがオープンして、今1年間で6,019人、ちょうど1年間6,019人のご利用者様がいまして、今10人雇って常勤してもらっていて、私はボランティアで資金集めと広報とを今もしています。で中では患者さんの経験を生かしたいという人たちがたくさんいるので、まあ、雑誌を作ったり、グッズを作ったり、レターセットを作ったりというのを、それぞれ経験を生かして自分が相談をして、すごくそれが助かったという方々がそれを還元して運営していけるような仕組みを作っていこうと、いろいろ画策しているところです。またお姉さんをがんで亡くされて、ずっとそれが引っかかっていたっていう格闘家の方に、お姉さんの絵画展をうちのセンターでやってもらったりとか、がんを経験した方の30歳の誕生日会を自分で主催して、その運営費を、それの利益を全部寄付してくださったりとか、それぞれがそれぞれの形で経験を価値に変えてセンターの運営に貢献していただくという形をとっています。またこれはマラソン大会ですね。マラソン大会、これ実は1日で600万円ものご寄付をいただいたりとか、こちらこのビルにありますけど、ゴールドマンサックスの方々が、まあ、お友達ががんになって、それに共感して、それでマギーズに共感してくれて、みんなで草むしりに来てくれたりとか、みんなそれぞれがそれ経験を価値に変えて、今本当に手弁当だけれどもセンターを運営できています。で私たちのセンター、ハグユーオール、みんなの人生を抱きしめようというのをコンセプトにしています。みんなそれぞれ生きていれば、がんだけではなくて悲しいことだって、課題だったりとか、突然 の大切な人を失ったりということがあると思うんですけれども、まあ、そういう中でもそんな経験すべてを抱きしめられるような社会をマギーズ東京から作っていきたいと思っています。どうもありがとうございました。ありがとうございました。誰にでも起こるかもしれない未来だと思うんですけど、そのマギーズセンターにどんな人にもっと来てほしいですか？いや、今はもうたくさん来ていただいてるあれなんですけど、今日来ていただいている方には本当にマギーズだけじゃなくって、それぞれができることを、まあ、自分の本業だったりとかやってることにプラスして、まあ、そのハグヨールな社会を作るためにできることってきっと何かあると思うので、まあ、それぞれの経験からできることをうちのセンターだけじゃなくていいのでやってもらえたらいいなと思ってここに来ました。ありがとうございました。ありがとうございました。